織ちゃん仕事で補習に来れないって。そうか。香織ちゃんも大変よね。でも仕事が盛況ってことは本人にとってもいいことなのよね。そうだね。ねえ大輝、今ちょっと心配したでしょ。香織ちゃんが働きすぎて倒れるんじゃないかって思ったでしょ。いや、そこまでは。ふう、なんか悔しいって思うのはなぜかしら。香織ちゃんに騙されちゃダメよ。香織ちゃんは好きさえ見せればいつでも大輝をペロリと行く気なんだからね。どうしてわかるんだい。どうしてって、ズバリ女の勘よ。それはすごいな。でしょ、でしょ。って、大輝までお姉ちゃんのことをバカにして。とにかく今日も補習はなし、お休みだから。私これからロングな会議があるから、夕食のお使いお願いしていいかしら。ああ、別に用事もないし構わないけど。悪いわね。それじゃあここに書いてあるものお願いね。中華。ピンポーン。最近は寒さも厳しくなってきたからね、体の芯から温まらなくっちゃ。そうだな、いいかも。それと、ん？どうかした？
なんだ？帰るか。あれ？確かこの辺にいたと思ったのに。Thank you.
配なら帰りましたよ。え？先ほど偶然見かけましたから。中条です。まあこれでも一応クラスメイトなんですけどね。あ、ごめんなさい。私仕事であんまり学校行ってないし、人の名前を覚えるのも苦手で。いえいえ、構いませんよ。でもこれで覚えてくれましたよね。お疲れ様でした。サイン会、なかなかの盛況でしたね。そんな、私なんてまだまだよ。イベント自体急に決まったものだし、見てたならわかると思うけど、一人に時間かけすぎちゃってるし。でも私の歌に興味を持ってくれる人がいるってだけですごく嬉しくて。それでつい決められてる時間オーバーしちゃってね。おかげでマネージャーにも小言受けちゃった。あ、ごめん、なんか一人で語っちゃって。いえ、気にしなくていいですよ。深見さんの話を聞いているだけでその嬉しさが伝わってきますから。ありがとう。随分丁寧な口調なのね。誰かと話すときはこちらから頭を下げて臨めば受け入れられやすいですからね。それが長いと普段の会話でもこうなってしまうんですよ。あ、それってなんとなくわかるかも。癖とか慣れみたいなものだよね。ずっと同じ店で同じ商品を買い続けていると、常連さんになって何も言わずに顔を合わせるだけで何が欲しいかわかっちゃうの。中条くんもそれと同じようなものでしょ。まあ、そんな感じですね。それより、
見さんは先輩が深見さんに向けられている気持ちをご存知ですか？え？大輝の？はい。何をいきなり。それに私と大輝は別に何でもないし、大輝だって。少々勘違いされているようですが、まあいいでしょう。先輩はあなたの仕事がうまくいくようにと応援しています。その先輩が深見さん、あなたをどう思っているか考えたことはありますか？私のことを大輝が？いずれわかると思いますよ。でもあまり時間がないということも忘れないでくださいね。あ、中条くん。ああそうだ、今度会った時は僕にもサイン色紙くださいね。だったら CD 買ってよ。その美少年って感じね。香織、よかった。これから配慮まで行こうと思ってたの。
今日はいいのか？うん。って言ってもこれから仕事に行くところなんだけどね。だから早退してきたついでに大輝の顔を見に行こうと思って。は、言いそびれちゃってたけど謝らなくちゃね。何がだ？ほら、補修の結局ずっとできてないままでしょ。だから大輝に悪いと思って。今度のオフはちゃんと補習受けるから。このままだと本気でやばいもんね。少しでも勉強しておかなくちゃ。よろしくね。ああ。うん。あ、やば、もうこんな時間。それじゃ、行ってくるね。頑張れよ。
参っ